はい、吉祥寺の花屋、花心のさやさです、本日ご紹介する商品はこちら、ブーバーン花心トイレットペーパー、イエーイ。はい、っていう感じで、花心っていうトイレットペーパーを見つけたので買ってみました。ドンキホーテでね、18ロール入って800円くらいで、で寸法とかはね、幅が105ミリ、2枚重ねで25メートル、僕シングルしか普段買わないんで、こんな贅沢めったにしません。しかも香りがすごいいいということなので、ちょっと匂いを嗅いでみたいと思います。はい、開けていきたいと思うんですけれども、もうね、ハサミ、花屋さんは常に持ってるんで、もうこれちょっと硬いんですけど、開けるの楽勝ですね。はい、こんな感じでちょっと一つ取り出してみたいと思います。はい、見た目はすごいピンクで可愛らしいですね。もう結構ここもセミナールームとして使っているので、女性のお客さんよく来られます。やっぱりね、トイレは常に綺麗にして、こういうトイレットペーパーで香りをよくしていきたいと思います。でね、僕花屋なので、これ何の花使ってるか絶対わかると思うんで、ちょっと当ててみたいと思います。ちょっとわかんないですねちょっとわかんないですけど、でもとにかくいい匂いで、しかもそこまで匂いは強くないです。強くはないんですけど、きっとトイレに入った時にほわんって香るような、すごい優しい香りがします。結構ね、ちょっと芳香剤とかにも近いけど、あんまりナチュラルではないんですけれども、でもね、お花をこのピンクのイメージにぴったりの匂いだと思います。でね、これいっぱいあるんで、多分これ全部トイレに置くんで、まあ相当いい匂いになると思いますので、じゃあこれもね、ちょっと使ったところは取る、取れないですよね。あげちゃう。ちょっとこれを使った感想だけちょっと伝えていきたいと思います。河合さん、これ結局何の香りですかね。これもうちょっといや全然わかんない。でもなんかパッケージバラの絵描いてあるんで、うん、バラの匂いとかじゃないですか。でも切り花ってあんまり匂いしないんでわかんないんですよね、うん、バラの匂いって。なるほど。じゃあこれ、はい、ここら辺書いてある、ちょっと植物、これなんすか、お花屋さん。わかんねえ。